さて久山さん、はい、ここからはちょっと実際にね教えていただけるということで。そうですね。ということで寄せ植えのまあ方法、まあ、寄せ植えやるときにどうしても土落としたりするんで、まあ植え替えのことも分かってくるんで、それを見せていただきたいと思うんですけど、まあ、こういう鉢植えで売ってることがあるんですよね。今ホームセンターなんかでも場合によってはあるんですね。ホームセンターさんでも置いてますし、はい、一般的なあの花屋さんでも時期になると山アジサイ、あのアジサイと一緒に売られてる時が多いんで、その辺を求め、あの買うていただければ品種はあの揃うと思います。結構これぐらいのサイズも手に入るってこと。そうですね、一番小さなやつはこういうふうな、9センチポット、いわゆるこういうふうなポットで売ってますし、大きなものはこれなんかも山アジサイなんですけども、これも山アジサイで大きさでもあの、うんうん、販売されてますね。じゃあ使用目的といいますか。そうですね、まあ、寄せ植えとかあんなやつだったらこういう大きさで、ね、小さなものでしてもらった方が、大きなものっていうのは寄せ植えよりも庭に植えていただくようなことで、うん、はい、していただいた方がいいと。本当にスペースがなかなかないんで、ですね、まあ、こういったものをちょっとこういう化粧鉢、電池鉢とかああいうものに落とし込んでみるのもいいですし、そうですね、ちょっと今回和風のタイプと、はいはい、もう一つちょっとこちらの方の植物園さんのところで生産されているようなこういうふうなフクシアなんか入れられても、フクシアと、非常に合うと思いますね。で、長期間栽培するタイプことになるんで、相性のいい植物、環境が同じようなものを揃える、はい、そういうふうなもので整えていただければ、うん、いけると思います。なるほど。ギボウシみたいなこうちょっと湿気のあるところに生えてるのが、まあ、適するという。そうですね。特に山アジサイ一番気使うのは水切れなんですよね。ですから水切れしないように、それで水が魚さんあげるときに今度水やりすぎて枯れるような植物と寄せ植えされると長期間楽しむことできませんので、うん、ある程度水を好むものと、そうですね、はい、日陰やった半日陰に、はい、そういうふうなところで、はい、栽培していただくのと一緒に栽培してもらえればいいと思います。はい、今日これ植え使っていただくこの品種、この品種はね、はい、愛姫。愛姫。はい。愛姫。愛色の愛ですよね。だから愛色の花色っていうことで。ただね、これ実はね、愛姫もう一つ七変化という名前があります。七変化。これも七変化。七変化。これは同じものやけど名前が。同じもの異名同種なんですよね。もともと七変化という名前の方で、うん、山野草の方で出回った品種です。その名前の通りね、酸性アルカリ性で非常に花色が変わってしまう品種になります。うん、だから、はい、七変化。で、まあ、寄せの方になりますけども、まず、使う鉢、皆さんどちらで、いろんな鉢使っていただいて結構なんですよ。はい、で、今回使う鉢は焼き鉢、いわゆる陶器の方の焼き締めの鉢使わせていただきます。それでまず最初は鉢の底に底網を引いていただいて、はい、それから軽く石、軽石ですね。あ、これはもう鉢底にちょっと引いてあげる。鉢底石ですね。はい、それ少しこのように入れていただきます。ポットから抜いていただいて、はい、この状態でやったらちょうどいいですよね。ちょうど株元の高さをちょっと、はい、そうですね、こう見ていただいて、それでまず最初培養土少し入れます。この培養土に関しては花屋さんで売ってる山野草用土でも全然 OK です。はいはい、ただ長期間栽培するので、こちら今私のところのオリジナル用土、はい、鹿沼土1、うん、赤玉土 1、それに市販の花の土、それを1、同量配合です。土と混ぜて、はい、その中に観光性肥料、1年間効く肥料を売ってますので、それを一つまみ入れていただいた配合になってます。うん、これ全部小流ですか。小流ですね、小流、中流、まあ水をよくやる方は、はい、中流混ぜていただいても結構だと思います。ちょっと水やりの頻度とかも考えてですね、って感じですね。はい、で一応これを入れていただいて、まずアジサイもそうなんですけどね、他の花も全部そうなんですけど、裏表あります。裏表、はい、ほう、この場合こちらが表、なるほど、こちらが裏になります。これどこで見極めてはるんですか。パッと見た時に綺麗な方が表です。まあ、いわゆる正面があるね。そうですね、正面ありますね。でそれをまずすごいお客さんの方そちらの方に向けて配置していきますけど、この状態ね、皆さんね、好きに植えていただいて結構なんですよ。はい、ですので真ん中に植えられる方、うん、それで、うん、こちらちょっと左端に植える方、それでこういうふうにされる方、全然自由ですので、うんうん、基本的にちょっと
高いものは後ろ、はい、そういうふうにしていただいて、でこちらにあるフクシアなんかでも結構ですし、あの相性のいい植物としてギボシ、ギボシもこれもちっちゃい葉っぱで、そうなんですよ、可愛らしくて、乙女ギボシって言われてるギボシ、これこの大きさで花来てますから分かりますよね、これで親株なんですよ ね、うわすごい、はい、それとかあとあのちょっと大きめになるこれコバギボシ、あこれもギボシの中、これ日本のあのギボシ、このコバギボシの方であの寄せ植えしてもこちらの方で寄せ植えしてもらっても全然大丈夫なんですけども、まずギボシは抜いていただいて、はい、土を落としていただいて、これも根っこ触っても根っこ触っても全然大丈夫です。それで今回フクシア植えるということですので、はい、これを根元この状態で根元に入れていただいて土止めだけ先にしますね、土止めを先していただきます、はいはいはい、この状態で植えたらどうかな、あいいですね、いいかな、いい感じだね、ちょっとアジサイの足元にね、はい、で、うん、フクシア、まあ、今回洋風にするわけではないんですけども、はい、ちょっとフクシアでも全然大丈夫ということで、うんうんうん、でフクシアの場合根が回ってます、あわだいぶ回ってますね、はい、この場合ちょっとが軽くでいいんでちょっとほぐしてほぐしていただいて、この状態で取っていただいて、この辺かな、この辺にちょっと入れていただく、これは割とちょっと横に伸びるというか、そうですね、フクシアも寝るタイプと上がるタイプありますので、うん、こちらの方ちょっと寝るタイプかな、 そうですね、その方で植えていただいて、まあ、ちょっと鉢の縁ぐらいがいいかな、ね、まあ、そうですね、これで欲張る方、うん、いろいろ最近ギャザリングいうのもあるんではいはいはい、はい、今綺麗な状態、うん、それから、まあ、これから育って花見ようという状態と植え方はまた違っていきますけど、今回の場合今綺麗な方でさせていただきますね。で、まあ、ギボシ2種類使います。これも乙女ギボシ、これも実は根がこんだけありますんで、あ本当やすごい、植えるときに少しね土入れていただいて根を広げるような感覚で、なるほど、はい、こういうふうに収めていただければ結構です。ちょっと末広がりのような感じで根をね、はい、きちっと一応配置が決まった時点でね、本当の栽培用土、これを入れていただきます。土をしっかりと足していく、はい、でここでねポイントとしてちょっと棒か何かでつついてもらって、はい、根の中に土を入れていただくようにして、うん、植え付けていってください。これやっぱりただ単にスッと入れただけじゃ浮いちゃうんですよね。ああ、なかなか安定しないってことですね、はい、根の中に土が入らなければ次の時にね、うん、成長する時に水でねどん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 土が締まっていきますから、だん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 土がなくなってくるんですよ実は、まあ、それこそじゃ新しい土と馴染むようにしっかりと土は入れると、そうですね、で軽く叩いていただいた土が根の中に入りますので、この状態で一応寄せは完了なんですけども、ここから少し山野草として見る場合は苔なんか貼ってもらったら、これがマルチングの、そうですね、苔といういわゆる水分上昇のね、それを防ぐためにもいいですし、なるほど、こういうふうな山苔って言われてるんです。これ結構強いんですよ、乾燥にも強いですし、そうか、だから苔もこの環境に合わさないといけない、そうですね、苔もちゃんと選ぶって感じね、はい、苔も選んでいただければ一番いいですね。それで、まあ、山苔なんか言ったら割と購入するところ限られてますので、うん、結構売られてる時に見つけていただければ一番いいと思いますね。一般的に苔玉で使う苔、これが灰苔って言います。これはよく売店とかで売られてますので、これ利用しやすい苔になりますからね、はいはい、これを今度周りにね、いわゆる株元にちょっときつめに押さえていただければ収まりが非常にいい状態になります。苔も種類違うと全然見た目が違いますね。そうですね、うん、苔自体で雰囲気ガラッと変わりますから、ガラッと変わりますね。でね、こういうふうな状態で苔だけでもいいんですけども、うん、実はちょっとここら辺、はい、手前なんかよく花、まあ、正面から見ますよね、うんうんうん、そういうところに昔松竹梅で使ってましたよね、白い土。ああ、ありましたね、うん、はい、そういうふうなものでもいいですし、今回使ってるのがこれ珪石、はい、白の珪石を使ってますので、なるほど、それを最後ちょっとこういうふうに引いていただければ見た目も感じもいいですし、できれば苔張ってる場合は一箇所土にしてもらって、うんうん、その土が乾いてるか乾いてないかで中が乾燥してるかしてないかを見る判断にもなります。で、ギボシと山アジサイ、実はもう
まあ、フクシアの場合はカットしていただければ、うんはい、あの株の大きさの維持は可能ですので、うん、なるほど全然大丈夫です。それとギボシとヤマアジサイは栽培環境ほぼほぼ一緒なんですよね、うん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 、ですのであのこういうふうな寄せ植えで長年作って長年、はい、あの花楽しんでいただければいいと思います。ヤマアジサイは非常に水切れに弱い植物です、うんうんうん、ですので水切れだけはさせないようにしていただければ結構だと思います。でまあ、あの毎年毎年寄せ植えもねあのいろいろ品種が出てますので、うん、いろいろな品種で楽しんでいただければいいと思いますね。で、この状態のやつじゃなくていや山野草がいいんですよという場合はあのギボシもしくはその水が好きな山野草と一緒に育てていただければいいと思いますね。あと山アジサイ実はこの時期だけなんですよね花はね、うん、ですけど、はいはい、あの同じ環境下で、うん、大文字草なんか言ったら秋に咲いてきます。なるほど。今度山アジサイが葉っぱだけになった時に花が咲くようなものとの寄せ植えも可能ですのでそこら辺はちょっとこう組み替えながら、はい、そうですね。楽しみと ご自宅が洋風の家の場合は、うん、山アジサイ中心にしてミムラスとか、うんうん、トレニアとかそういうふうな一年草のそういうふうなものとの寄せ植えでも全然合いますから大丈夫だと思います。今回植えた愛姫なんですけども愛姫とちょっと違う品種になるんですけどねこれ実は挿し木で2年苗なんですよ、はいはいはい、2年してこういう風な花咲かしてるんですけど、はい、これを大きな鉢に移植していって、うん、だいたい4年経つとこの大きさになります、うん、なるほど。これがだから大きくなったイメージですね。そうですね。これが大きくなったイメージですね。全然違うじゃないですかこれ、はい、ただねこれも実はね何回も切り戻ししてるんですよ、うんうん、でこのねアジサイって切り戻しいつするのっていうことになりますよね、はいはい、実際綺麗だから花た、うん、あの長期間見たいですよね。まあそうですね。ね、でもアジサイ山アジサイって花がこういうふうに裏向くんですよね。ひっくり返ると。るとはい、はい、その時をもう目安に切っていただき、うんうん、あの花を切っていただく。ちょっと終わりかけたら切ったらいいわけですね。そうなんです。だからあんまり早く切ってしまったら楽しめないんで。そうなんです。それでちょっとねあの今回品種が違うんですけど、これ実は裏向いてるんですよね。ベニツリー高健という品種なんですけど。こういう場合じゃあどこで切ったらいいのっていうことになりますよね。実はねアジサイって2つの切り方があるんですよ、はい、で来年花を見たい、ただでもこれ切るときにこの高さで花を来年も見たい、はい、という場合は強剪定、強めの剪定、これね実はこれが旧枝、いわゆる去年の枝なんですよね。そうですね。でこれが今年伸びた枝、色が違うところが、はい、新しい方の、これで今度重要なのがこれが今年のシュート、あこれが伸びてきた枝なんですね。これが今年伸びてくる一番元気な枝なんですよ。なるほど。これをね残してしまうとこの倍以上の背丈で咲いちゃうんですよね。あそうなんですね、うん、だからできる限り花が終わった前年子のいわゆる今年伸びた枝っていうのは、うん、高く花咲かす場合は花咲いてる下、これ実はここには芽がないんですよ。なるほど。新しい新芽がないんです。その下この二節目に芽があるんですね。二節目に芽が、はい、そこでカットしていただく、ね、切ると。なるほど。そういう場合こっから実はこれだけ伸びますよね、はいはいはい、だからこっから次の年はここで花咲いちゃうんです、うんうんうん、そういうふうなのが嫌な場合前年子、実はこれ動いてない芽なんですよね。はいはいはい。動いてない芽が何箇所かあります、うん、その下で切っていただければこの高さです。なるほど。まさにだから欲しい高さで切る場所が変わるっていうことですね。そうですね。それで実はね今も言うたんですけども、この前年子、旧枝っていうんですけど、この古い枝で切る場合はなるべく早く切ってほしいんです。はあはあはあ。花が終わる、反転する、これ実はね反転してるのが3つ4つありますよね。そうですね。反転してないのがありますよね。そうですね。そのまま咲いてる全体の、この状態で切っていただければ来年花が咲きます。ただしこれが全部反転してしまう場合、はい、来年もこの大きさで花咲かしたいなと思うときにここで切っちゃうんですよね皆さん、うんうんうん、ここで切っちゃうと次の年咲かないんですよ。あそうなんですか、はい、へえ。実はこれ全部反転した後花が持ってる状態にある芽はここだけなんです。なるほど。ですからそうなんや。上この花が咲いてるこの下は葉芽がないのでここは切ってしまう。へ、実際の話ね、この場合やったらここで落としてしまう。で
あのここの芽を動かしてもらって、うんうん、今年あの芽動きます、秋までに動きますので、はい、その芽を一切次は切らないようにしていただいた次の年に花が、その先端に花芽が持ちます。で、あの先ほど言ったこのシュートですよね、今年勢いよく伸びたやつ、これ実はね、これ下から出てきてるこの葉っぱ、はい、一番最初の葉っぱ、この上でこうやってカットしていただきます。こうすることによってね、ここから出てきた芽がこの芽と同じ高さで花が上がってきますので、揃うんですね。揃いますね。へー、面白い、はい、でこのようにしていただければいいです。ですからこの場合は同じように花を咲かす場合はここで全部切っていただく、この状態で植え替えしていただきます。で、切った今度枝増やす方おられないと思うんですけどね、なかなかね数が増える、はいはい、増えるんでね、これ挿し木するとき、はい、あのこのシュートの芽が一番適してると思います、うん、その時あのこの状態、この状態で切っていただいて、うんうんうん、挿し穂を整えるときに葉っぱ半分ないし3分の2を切っちゃうんですよ、このように。この状態にしてあの水に10分から30分つけていただいて、水揚げしていただいてから、うんうん、そういうことですね、はい、あの栽培用土ではちょっと肥料持ってるんで腐る恐れがありますから、はいはい、バーミクライトもしくはカヌマ土単用、その辺であの挿し木していただければ、無菌の土とかそうですね、あの根が1週間から、あ短いやつで1週間、長いやつでだいたい 2,3 週間で根を下ろします。なるほど。その状態で、まああのまあ、根が下りたとしますよね、うん、根が下りたとして9センチのポット、こういうふうな感覚で、はい、あの1本ずつ苗作っていただければ結構です。それであの置き場所ですけども、半日陰、その状態であの伸ばしてください、はい、で今年実はあの挿し木したもんでも秋までに実はこれぐらいになるんですよね、うん、おそんな伸びる、これぐらい伸びていただいて、あの冬越すようにしていただければ、はい、次の年花咲きますね。あとあの、まあ、未生される、あ未生って言ってね、うん、種つきますので 種、ね、はい、種をまいていただいたら3年で花咲きますので、面白い、はい、それで自分でオリジナルの品種作るのもいいと思いますけどね。挿し木で増やしたり種でいろいろ生み出したり、はいはい、結構そこからの楽しみも出てきますね。いやいや、多いっていう、本当にね、これで完全にみんなマスターされたんでされるんじゃないか思うんですけど、そうですね、うん、お庭中山あじさんにならないようにまた注意しないかぐらいですね、まあ、いろんな品種これから出てきますし花屋さんでもあの幸いあのいろんなカラフルな品種出てきますので、それ集めていただいても楽しめると思いますよね。今日はですね、本当にあの山あじさんの素晴らしさをですね、いろんな形で池田さんの方からですねお話しいただきました。そしてここをね、この北山山荘のこの素晴らしいこの雰囲気の中で、この和の山紫陽花愛姫ね、はい、いいですよねこれね。ちょっとこちらの方は和を重視した寄せ植えになってます、はいはい、ですのであの、はい、先ほど副車使いましたけど、こちらの方は秋にまた大文字草が咲く寄せ植えになってますので、はいはい、そのまま置いていただければ、はい、秋に綺麗な大文字草が咲いてくると思います。だいたいここって無料で入れるんですよね。はい、そうなんですよ。それがすごいですね。すごいよね。うん、ちょっとほんま夏も涼しげやしね。そう。まあ、苔のなんとも言えないこの世界で、うん。周り自然なんでハイキングも楽しめるしね。そうですね。いいですよね。外のあのお花の庭とはあの全然違う雰囲気があって楽しめるんですので。うんね、ということで今日はプロフェッショナルのね、はいはい、池田さんに教えていただきましたけど、はいはい、また機会あればね、はい、アジサイのいろいろまた出演していただければありがたいんで、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。